仙骨の矯正をします。テストしますね。こっちの足、右足を上に上げてください。さっきよかった。すごいですか。はい、逆お願いします。あ、ちょっとだけ足りないです。そこ張りますので、はい、いいでしょう。ちょっと仙骨の先っぽの方を矯正します。左足の上がるようになってます。はい、いいですか。はい、左右一緒ぐらいで、まあ、ちょっとだけ左足上がるようになりました。でも今上がりますね。あと左肩、まあ、骨盤がね、左にボーンと、トランスするので、ね、で、ここ見てください。左の肩を下げると内側によるの分かります。これが鎖骨左右とも動いてない。で、これ上がるとこっちに移動するんです。で、これ AI サークラム、ちょっと後頭ですけど、 AI サークラムをしながらの肩を下げると両方縮める感じです。側腕症というかね、側腕というのは股関節骨盤なんです。結構これ難しい、思ったより。でどうなったか。いつも、うん、犬を飼ってまして、ね、はいはいはい、こっちになんかしょっちゅう腰に犬を座らせてた。ああ、そっか、これもあるかもしれないですね。やっぱ、あ、今ちょうど今左が下がってたんです。でも左右今一緒に上げたんで、だこっちが上がりすぎても下がるみたいな。右が下がってましたもんね。そうですね、肩ね。はい、はい、いいですよ。